イップル QT 型は、ウクライナの国営鉄道会社である、ウクライナ鉄道が2001年から2008年にかけて導入した、ルハンシクテプロボーズ製の交流電化機関用電車で、ある。1896年の創業時から、ソビエト連邦の崩壊に至るまで、ルハンスクディーゼル機関車工場の主力製品は、蒸気機関車やディーゼル機関車であった。しかし、 ソ連崩壊後、ウクライナに席を置く工場となり、1995年に、ルハンシクテプロボーズに再編されたことで、機関車以外の鉄道車両の生産も行うこととなった。その中で、ソ連運輸通信省時代に製造される老朽化が進んだ ER9 系電車の置換用として、開発されたのが、イプル QT 型直流電車である。ステンレス製の車体を有し、車両の全長は、 ER9 型よりも長い 25,250mm である。上高扉は、先頭車に2箇所、中間車に3箇所設置されており、扉部は、防寒のため客室とはデッキで仕切られている。編成は8両編成を基本とし、制御車、電動車、付随車、電動車、電動車、付随者車付随者、電動車、制御車という構成になっている。 座席は3列プラス3列のボックスシートで背もたれや座面は乗り心地を快適にするためクッションが設置されているトイレは各車両に1箇所存在する冷房装置は搭載されておらず夏場は強制換気により車内の温度を下げる一方厳しい寒さに対応するため暖房システムや断熱構造が徹底されており冬季でも車内は設定気温摂氏15度が 自動的に維持されるようになっている。電気機器にはロシアやラトビアで作られた部品が導入され、電動車の屋根上には高圧線ケーブルが設置されている。制動装置は電気ブレーキ、空気ブレーキ、手ブレーキである。2000年から2008年まで8両編成15本が製造され、南西鉄道や南部鉄道の交流電化区間で使用されている。 そのうち最終造備車となったイプル QT-015 編成は全面の設計が大幅に変更されている。旧型電車の置換用に2000年から導入された直流電化区間用電車。交流区間用に対応した電気機器を除く基本的な設計はイプル QT 型と共通である。ありがとうございます。